私には聞こえる。すり替え！覚悟しや、兄さん。ロン、頼み。ロン、ロン！愛が積もるはい、積もるはい、全部くっついてきよる。こいつに追いつくことなんてできねえ。この速さは異常だ。どうしたら追いつけるんだ。絶大な記憶力だ。それならしゃあ、なぜ上がりから遠ざかろうとするんや。額縁を外したのさ。場の状況はこう、いや分からへん。このままだと早上がりができへん。この勝敗も売人としても少しでも運が上の方が勝つ。精密機械はもう元に戻らねえんだよ。愛の記憶は崩れんのや。すり替え！私には聞こえる愛のうめき声。すり替え！このままじゃ黒シャツは負ける。1万回負けても1万1回目に勝てばよいのだ。逃げ道はない。1万2回目敗退のみ。まだだ。こいつら人が抜け殻になるのを見て楽しんでるだけじゃねえか。降りろ黒シャス。この俺の命をかける。大バカ野郎が。いや、一番の大バカ野郎は黒シャスを連れてきたこの俺だ。続けるぞ。これで命がけ同士の勝負になったか。
1万2回目が来ねえかもしれねえこと想像もしなかっただろう。これがプレッシャーだ。私のコレクションに仲間入りだ。ほとんどない。こいつら一体何なんだ。まるで巨大な一枚岩だ。して月は俺に。あの人がこの場にいたら。
には聞こえる。ハイのうめき声。すり替え！すり替え！同時リーチだと通る範囲がほとんどない。こいつら一体何なんだ。まるで巨大な一枚岩だ。して月は俺に。あの人がこの場にいたら始めるぞ。ダイヤ、負ければ死。比重を設置し命がけの勝負を仕掛けるダイヤ。ためらう徹夜だったが、自らも命を懸ける覚悟で死闘に挑む。これが命がけの魔者だが、俺だってここで命を張ってしのいできた売人だ。熱い勝負になりそうだ。すり替え！すり替え！窮地に追い込まれた徹夜。そこに最強のライバル土佐健が登場する。今宵最強の2人が一夜限りのコンビを組む。熱い勝負になりそうだ。ダブルンだ土佐健。大三元確定だと。ありえねえ、こんな魔術。ロン大三元死ぬぞ。ダブルだ。分かったか。昔とは違うってわけだ。振り返る！
チ、もっと早くだ。よし行くぞ。私には聞こえる灰のうめき声が聞こえるぞ。灰の声が全ての灰が識別できるのだよ。高速で行くぞ。かかってこい。
地に出てくる。本当の勝負はこれからだ。来い。一筋縄じゃ勝てねえか。月は俺だけを照らしてくれ。確かに生きてる。すまだ一筋縄じゃ勝てねえか。だが本当の勝負はこれからだ。
一の口だ。その毒は自分で食いな。奴の街が見えない。
バカな。ハルキ撃破。コピー野郎に負けるかよ。誕生ボーナス。照らす光になる。